時計の針は午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM、 ミサヨのふるさと自慢、味自慢の時間がやってまいりました。砂町銀座商店街にはスナッチっていうゆるキャラいますよね。はい、可愛らしい。ありがとうございます。ね、砂村ネギというご当地の砂村ネギ。ネギ、あれネギなんです、モチーフが。ああそうだそうだ、白い頭と緑色の体 で、ね、はいはい、ネギがモチーフになってるんですけど、はいはい、去年一昨年ですかね、はい、の、組祭りでデビューしまして、はい、お一昨年。そうなんです。はい、なので10月だから2年前ですね。はい、そうですか。そのなんていうのか、このゆるキャラを作るにあたっての、はい、元っていうかね、一番最初に発案したのは作りたいよっていう話をですね、はい、当時の理事長だった大久保さん、はい、まあ、前理事長、はい、大久保前理事長からですね、はいはいはい、お話をいただいて、はいはい、なんとかデザイン、こう工房をかけられないか、うん、いいデザイナーさんはいないかということで、はい、まあ、インターネットを使ってなんですけど、はい、コンペ形式で、はい、デザインの工房をかけたんですね、はいはいはい、でたくさん集まったデザイン案をこういくつかピックアップしまして、で役員会の方で、まあ、多数決を取ってというんですかね、はいはい、今のデザインに決まったんですけれども、うん、可愛らしいですよねありがとうございます本当に可愛らしいですよね、はい、で商店街の取り組みとしまして、毎月なんか10日の日にお値段をものすごく下げる、なんか、バカ値市っていうのがあるんですよね、はいはい、そうですね、もう結構、いろんなメディアさんでも紹介していただく、はい、ですけれども、はい、とにかく一月の中でも10日、うん、まあ、20日30日というのもサブとして、はい、設定はしているんですけれども、はい、一番目になるのが毎月10日ですね、もうここは本当に、儲け度外視で、はい、お客様にとにかく安くて、はい、美味しいもの、いいものを買っていただこうというやっぱり思いがあって、こういった名称、イベント名になったのかなと。あ、いいですね、お正月が来ます。でこの、はい、今からですと、この20日と30日、狙い目ですね。そうですね、ぜひお越しいただければと思います。そうですよね。はい、で今、感謝デーか、感謝デーだったかな、はい、やってらっしゃいますよね。歳末の、そうですね、福引きであったりとか、はい、あと通りもちょっとイルミネーションで、はい、綺麗にですね、させてもらってるんですけど、はい、ガラポンの一応福引きを毎年やるんです、うん、はいはい、で今年はですね、うん、趣向を変えてというほどではないんですが、うん、はい、当たらない1万円5万円の特賞の、うん、商品景品よりはたくさんこう500円を当てようということで、上と特賞とその下の外れをもうとにかく切り落とし、そぎ落としまして、はいはい、500円券をですね、もうばらまくっていうぐらいたくさんこう入れてるんです。嬉しいですね、数を嬉しいですね、はいはいはい、そうですね、喜ぶでしょうね、あ、もうすごく反響あって喜んでいただいてます ね、はい、ところでわけべさん、はい、来年はですね、犬年です。そうですね、はい、もう絵馬がまたもう準備始まったんでしょうか。始まりました。明日、はい、作家さんが北海道から出てきます。北海道から来られるんですか。そうなんですね、北海道からいつもお呼びして、もう泊まり込みで、そうそう、ね、商店街事務所に泊まって、うん、それで新木場まで行って、そうですね、それで絵付けをするんです、うん、はいはいはい、はい、で新木場の方も今日電話をしましたら、うん、はい、板の方が揃ったようです。あら、うん、あれ脇尾さん、うん、横の幅ってあれ何メーターぐらいありましたっすか。27メーター、はい、うんうん、高さが4メーター20の材木を、いや材木って言ったらあれだけど、まあ、材木板ですよね。幅一つの板はね、はい、23センチぐらいかな。あ、それがだから、うんうん、数えたことないけど枚数がすごいんだ ね、はい、うん、それに絵描いてるんだもんね。素晴らしいですよ、毎年。もう何年目になりますか。4年目ですね。4年目、はい、また今年もですね、うん、絵を描かれて年末にこれを、はい、飾っていただくんですが、うん、またたくさんの方々が、うん、お見えになるといいですね、ね、本当にいいですね、うん、昨年もね、うん、私どものこの番組を聞いてくださった方々もね、うん、たくさんいろんな、ですね、うん、たくさん、うん、もう1月いっぱいぐらいでしたかね。
今回は20日ぐらいまで、ね、20日ぐらいまで展示しているのはね、飾ってるのはお寺さんの方にね、はい、なかなかの ご協力いただいてるんでね、はいはい、これがもう大変なことですね。通り沿いの ね、お寺の壁っていうかね、そうそう、あですね、墓地の塀なんですけどもね、はい、いつでしたかね、去年が、うん、一応計画では25日ぐらいから始めようと思ってます。あ、なるほど、うん、であそこはあの、うん、七福神の通り道になっているの、はいはいはい、だからそうでしたね、なるほど、ごく近くが毘沙門天、はいはいはい、それからあの、うんうん、布袋さんの方に行ったりするんで、はい、かなりの人が通られる、はいはいはい、だからそういう点ではね、相当目にしてるんですね。そうですね、はい、でその商店街の営業っていうのは、はい、いつまでなんですか、その町の方は。もちろん各個展さんにもよるんですけれども、はい、やっぱりギリギリまでやるところはもう大晦日31日はあのどこも営業していると思います。そうですか、はい、で年を明けて、はい、やっぱり、うんうん、あの元日あの1日から3日間ぐらいまで、はい、お休みっていうところは結構多めかなと思います、はいはいはい、年明けちゃうとすごくこう静かな、お店の、ね、中身にもよりましょうし ね、うん、ね、そうですね、でこのね放送を聞いていただいている方が、はい、砂町銀座行ってみたいなと、はい、思う方たくさんいらっしゃると思うんですが、はい、砂町銀座はこういうところですから、ぜひ皆さんに、ね、来ていただきましょうよ。あ、そうですね、ね、はい、はい、柳瀬さんの方から、はい、そうですね、幸せなことに、うん、こうやっていろんなメディアさんにご紹介いただいててですね、はい、あの名店と呼ばれるようなお店もたくさんあるんですけれども、はい、来ていただくと、あ、こんなお店もあんなお店もあるんだなということ でその全てのやっぱり商品がなんて言うんでしょうか、リーズナブルで、はい、頑張って営業してると思いますんで、はい、安い、ね、安いですね、はい、ちょっとあの最寄り駅がないので来づらいんですけど、はいはい、都バスをうまく活用していただいて、私はバスで来ましたよ。あ、本当ですか、はいはい、北砂の2丁目というところで降りていただくと、はい、そうなんです、すごく来やすいかなと思うので、ぜひ一度遊びに来てみていただければなと思います。そうですね、一度足を運んでいただくと良さもね分かると思いますので、ぜひ皆さん運んでいただきたいなと思うんですが、若部さんのところは年末なんかこうこういうのあるとかね、うん、あれ寺町ですものね。そう、寺町だから落ち着いてます、はい、でも初参りの方たちが結構通りますよね。これは深川七福神のコースになってますから。そう、おっしゃってますもんね、うん、かなりの方は通られます、うんうん、そうですね、ただ残念ながらお店が閉まってるところがあるでしょ。そうなんですね、でもこの頃ね、はい、1日から開けるところが、あ、2日からかな、うん、開けるところが増えてきました、はい、うん、やっぱり人が通れば商売人ですから、はいはい、夏の開けてみようかと。そうですね、うん、まあまあそうですね、新しい年になって初めてのね、うん、そうですね、うん、うちでは1日からやってるんです。あ、そうそう、若部さんところね、1日行ったらやってた、はい、あ、それにびっくりしました、うん、あら、はい、でも早じまいしますけど、はい、うん、あ、それはまあね、日没とともに閉まっちゃいますけど元旦ですから、はい、来年はね犬年で、うん、若部さんところのさきちゃんも大活躍かと思います。そうです ね看板犬ですから、看板犬ですから、はい、営業部長ですから、うん、そうですね、ぜひね、名刺もあるんですよ。名刺も、あ、そうなんですよ、名刺持ってらっしゃるんですよ営業部長、うん、営業部長です、言っていただいた方には差し上げます、はいはいはい、はい、またぜひですね、柳瀬さんお越しいただいて、いろんなその町の情報もいただきたいですし、ね、わけびさんもまた来年、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。こちらこそよろしく。本日お忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございました。